いつもお世話になってます、立花です。今回なんですけど、いつも私のことを応援してくださってる皆さんに感謝の気持ちを込めて、こちらの任天堂スイッチをプレゼントせずに売却していきたいと思います。先日私の愛車の車検があったんですけど、おかげさまでまとまったお金がなくなってしまって、今月金欠なので全く使っていないスイッチを売って資金を集めたいと思います。はい、買い取りがただいま終了しました。一体いくらになったかというと、19,800円です。仕入れで眠っていたスイッチが約2万円になりました。今日はこの約2万円を使って豪遊していきたいと思います。はい、ケンタッキーとマック行ってきちゃいました。贅沢ですね。まずケンタッキーで買ったのがチーズに溺れるナイフ。これ気になってたんですけど、やっと食べれますね。溺れてますね、これ。チーズがたっぷり入ってますね。じゃあ、いただきます。うん。あら、なにこれ。濃厚なチーズがたっぷり入ってて美味しいんです。こないだ食べたマックのチーズのやつより全然チーズ感が強めですね。そしてマックで買ってきたのは今日出たばかりの一口チュロス。私の鼻よりちょっと大きいですね。いただきます。あらー、なにこれ、サクサクしてて美味しいんです。中にはチョコソースがたっぷり入ってて、ビターな味わいで美味しいですね。いろいろ買ってきたんですけど、とりあえずスタバの新作飲んでいきたいと思います。なにこれ。桜ストロベリー白玉フラペチーノです。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、春はもうすぐそこまで来てるんです。中に八つ橋と白玉が入ってて、それがもちもちしてて美味しいんです。店員さんも珍しくセンキューってメッセージ書いてくれました。春ですね。一口飲みますか。八つ橋はこう食べるしかないですよね。あ、八つ橋がすごい美味しい。こら、ただいま、こら。ニコニコしてますね。お土産に家族全員分のミスド買ってきちゃいました。はい、お母さん、家族みんなにお土産です。はい、ありがとうございます。わ、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 美味しそう。バレンタインのあれですか。ああ、なんだっけ、須田くんがやってるやつの。そうそうそう。あら、美味しそう。いただきます。うん、裏切らないですね。裏切らない、それはない。印良品の購入品紹介します。まずは新しいスリッパ 20% オフで349円ですね。そしてこちら、お弁当箱。お弁当を作る動画が見たいですっていうリクエストがあまりにも多くて、3500円したんですけど買っちゃいました。これ使って父花さんとかにお弁当作れればいいなって思います。無印良品の六角箸、これもいいやつで790円しました。これは私が使うやつなんですけど。で、最後がステンレス折りたたみ爪ヤスリ。男は爪をきれいにしろってシミケンさんの方に書いてあったので買っちゃいました。そして最後にコロちゃんにプレゼントがあるので、こちらで遊んでいきたいと思います。音が鳴るおもちゃですね。ほらコロちゃん、新しいおもちゃで。ほら取ってこい。恐る恐る近づいてますね。いやコロちゃん、ほら取ってこい。こっちのボールはどうかな。もやっとボールだよ。もやっと。
コロちゃん、もやっと。じゃあお手は、お手、コロちゃんお手、舐めるじゃなくてお手は、コロお手、コロちゃんお手、お手、あーできた。フラペチーノドーナツときて、もう体がしょっぱいものを欲してるみたいで、最後にこれだけ食べさせてください。カップ麺が値上げするって話題になってますね。あー、なんでこれ2つ、なんか開け口2つあるんですけど、私のやつ嘘でしょ。なんだかんだこれが一番うまいんですよね。母花さんとイチャイチャしてますね。こう見えて明日からダイエットしようと考えてます。うん、これですね。なんとかスイッチを手放すことに成功しました。私もスイッチはちょうど熱盛ブームの時に買ったんですけど、あの頃ってちょうど自粛期間でスイッチの需要がすごい上がってて、全然手に入らなくて、メルカリで4万円とかで転売されてたのが懐かしいですね。で、私も熱盛がやりたくて買ったんですけど、いざ買ってみたら全然やらなくて、もしかしたらいつかやるかもしれないと思ってとりあえず取っておいたんですけど、やらないもんですね。断捨離のコツで、いるかいらないか迷ったら一回それを手放してみて、あなたはそれをまた買い戻すかって自分に問うといいらしいんですけど、本当にその通りで、またスイッチで遊びたいなって思ったらまた買えばいいんですよ。多分もう買わないと思うんですけど、なので皆さんも旦那さんを捨てるか迷ったら一回手放してみるのもありだと思います。はい、お父さんドーナツです。あ、どうもありがとう。ドーナツ美味しいからさ、うん、妹欲しいんだけど。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。やっと押し入れに眠っていたスイッチを手放すことができました。あつ森ブームの時にスイッチ買った人多いと思うんですけど、まだあつ森やってますか？ぜひコメントで教えてください。この先断捨離動画なんかも撮ってもいいかもしれません。お父さんは手放したいものありますか？ん？